探求探求は、白血球の一種で、最も大きなタイプの白血球である。マクロファージや樹状細胞に分化することができる。探求は、脊椎動物の自然免疫の一部としても、また、適応免疫の過程にも影響を持つ。人の血液には少なくとも3種類の探求が存在する。探求は、アメーバのような外観で、下流を細胞質に持つ。 アズール下流を持つ単核の白血球の一つである。単球の核の典型的な形状は楕円形であり、豆あるいは腎臓のような形をしている。この特徴で下流球と見分けられる。単球は人体のすべての白血球の2%から10%を占め、免疫機能において複数の役割を果たす。単球の役割には、 通常の条件下で、常在マクロファージを補充すること組織内の感染部位からの炎症に応答して、約8から12時間以内に移動していくことマクロファージ、または樹状細胞への分化が含まれる。成人では、探求の半数は非常に備蓄されている。探求は、一般に大きな腎臓のような核が染色されることで、同定される。これらは適切な組織に入った後に、 マクルファージに変化する。その後、血管のないで放末細胞となる場合ある。探求は骨髄の単賀球と呼ばれる線具細胞から生産される。単賀球は増血幹細胞から分化する。探求は血流中で約1から3日間循環し、ついで通常は体内の組織に移動する。探求は血液中の白血球の3から8%を占める。 探求の半数は、秘臓の中の、レッドパルプ、エスコーズオブビルロスで固まって、予備として貯蔵されている。探求は、いろいろな組織で、異なるタイプのマクロファージに成熟する。探求は、血液に含まれる最大の細胞である。血流から、他の組織に移動する探求は、組織に常在する、マクロファージ、または、樹状細胞に分化する。マクロファージは、組織を、 異物から保護する役割を担っているが、心臓や脳などの重要な器官の形成にも重要であると考えられている。マクルファージは大きな平滑な核を持ち、細胞質が広い領域を占め、異物を処理するために多くの症法を細胞内部に持っている。探求及びマクルファージ、樹状細胞は免疫系において3つの主要な機能を果たす。食作用、抗原定時、 およびサイトカイン酸性である。食作用では、微生物および粒子を取り込み、その物質の消化及び破壊をする。探求は、病原体を認識するパターン認識受容体を、介して直接微生物に結合することに加えて、病原体に結合する抗体、または固体などの中間タンパク質を目印に、食作用ができる。そのように標識されることを、オプソニン化という。 探求は抗体依存性細胞障害の細胞毒性を使って感染宿主細胞を死滅させることもできる。バクラゼーションは異物を食作用で取り込んで間もない細胞に存在する。他の細胞によって産生される多くの因子が探求の相加性やその他の機能を調節する。これらの因子の典型的な例はケモカインである。ケモカインには 単球層加性タンパク質マイナス1及び単球層加性タンパク質マイナス3などがある。食作用での消化の後に残っている微生物断片は抗原として役立ち得る。断片は MHC 分子に取り込まれ、単球の細胞表面に輸送される。この過程は抗原定時と呼ばれ T リンパ球の活性化をもたらし T リンパ球が抗原に対する。 特異的免疫応答を行う。他の病原体の成分は、探求を直接活性化することができ、まずは、炎症性サイトカインの、そして後に抗炎症性サイトカインの生成をもたらす。探求によって産生される典型的なサイトカインは、TN 回、イルマイナス1、およびイルマイナス12である。人の血液中には、少なくとも三つのタイプの探求が存在する。古典的は、 CD14 細胞表面受容体の高レベル発現によって特徴を付けられる。非古典的探求は CD14 の低レベルの発現お及び CD16 受容体の発現を示す。CD14 の高レベル発現お及び CD16 の低レベル発現を伴う中間探求。血液の操作型電子顕微鏡画像。中心に白血球が見え周りに赤血球がある。 多くの小さな円盤状のものは結晶板。探求増加症は末梢血中の探求が過剰な状態である。これは様々な病状を示している可能性がある。探求数の増加につながる過程の例には次のようなものがある。CD14、CD16 探求が多数見られるときは重症感染アテローム性動脈硬化症では、 CD14CD16 中間体探求が多数であればリスク集団であり、新血管疾患の予測因子であることが示されている。探求減少症は探求の欠乏に関連する白血球減少症の一形態である。探求は下流球探求コロニー刺激因子を及びいるマイナス4のようなサイトンを添加することによって試験管内で樹状細胞となる。 血液検査の参考基準値の白血球と探求の比較、ありがとうございます。